八代英輝弁護士が21日 TBS 系昼帯に出演。世界平和統一家庭連合旧統一教会が20日に行った記者会見の開始時刻の意図について持論を語った。番組では6度目となる旧統一教会側の会見の内容について掘り下げた。会見では男性2世信者17人が無言のまま登場し、教団の幹部にあたる教区長にしたことを発表したり、被害を訴えている男性の元妻である信者の反論動画を突然上映するなど異様にも見える光景があった。会見での映像では元妻は顔を晒していたが、昼帯ではこの模様はモザイクをかけて放送した。八代氏はこの会見自体がやはりミヤネ屋でこの問題ずっと取り上げてるので、その時間帯に合わせてやったんだと思うんですね。モーセーで取り上げられることを予期して、さすがのミヤネ屋もプライバシーに配慮してこの奥様の部分は流せなかったですけどと、教団側があえてミヤネ屋の放送時間に合わせて会見を設定したと推測した。その上で八代氏は、要するにメディアを自分たちで使って一個人の方を、被害者を潰そうとしているんですよね、組織的に。そのやり方は非常に卑劣だと思いますよね、と憤りを隠さなかった。